昭和58年、春もまだ浅い頃のことである。志摩半島の小都市にある田之倉家の祖母おしんが突然家を出た。83歳の高齢である。おしんの次男仁は周辺の町々に16店のスーパーを経営し、その日は17店目の新舗を開店するめでたい当日である。田之倉家が今日の隆盛を迎えたのは、ひとえにおしんの苦労の賜物といえる。そのおしんが田之倉家の発展を象徴する17店目の開店の日に家を出るなど、家族には信じられないことである。もちろん誰一人その理由に思い当たる者はいなかった。どうも朝早くからお騒がせいたしました。いや、ちょっと気になることがあったもんですからお尋ねしたまでで、はい、どうかご心配くださいませんように。どうも失礼いたしました。そろそろ出かけんと間に合うぞ。1時間でも式を伸ばすように言いましょうか。我々だけじゃない、来賓も大勢招待してるんだ。市長も見えることになってる。そんなみっともないことできるか。しかしお母さんが出席なさらないんじゃ。お袋のことだ。次回になったらひょっこり顔を見せるさ。そういう人だよ。大体みんなが騒ぎすぎるんだ。家出と決まったわけでもないのに。第一、家出何度しなきゃならん理由がどこにあるのかね。ただ今度の出店には最初からひどく反対しておられましたから。くだらん。田之倉スーパーをここまで引っ張ってきたのはお袋なんだぞ。それ今になって妙な感傷で。お袋も年を取ったよ。じゃあやっぱり反対なさる理由があったんですか。それが分かれば家出の理由も。話にも何もならんことだよ。何かなくなってるものがありますか。私お母さんの部屋はもうできるだけ入らないようにしていましたし、タンスの中なんか見たこともないから、どんなものをお持ちなのかさっぱり。やっぱりこういう時は丁さんじゃないと。嫁なんて情けないもんだ。やっぱり覚悟の家でね。母さんの好きな着物が3枚ほどなくなってるし、帯も2本、下着類も相当持ち出してるわ。ここにぎっしり詰まってたんだから。それに私がパリ行った時買ってきてあげたバッグがなくなって。だけどどうして。かわいそう。母さんは愚痴を言うのが大っ嫌いな人だから何も話してくれなかったけど、いろいろ我慢してたのね。一言私に言ってくれたら。あら、なんだケイちゃん。おばあちゃんがいなくなったって電話があったから親父も心配して。のぞみさんも来てくださったの。おき手紙も何もないんですか。美智子さんがああいう人でしょう。とにかく田之倉は自分の実家から随分お金をつぎ込んだって気があるから大きな顔してるし、おばあちゃんだって嫁の実家に世話になったと思えば言いたいことも言えないしね。仁兄さんは女房に頭が上がらないし、おばあちゃんとうとう辛抱しきれなくなっちゃったのよ。ねえケイちゃん、おばあちゃんから何か聞いてない。ケイちゃん誰よりもおばあちゃんに可愛がってもらってたんだから。いえ。あんたのお父さんには何か話してるかもしれないわね。おばあちゃんったら本当の息子や娘の私たちよりあんたのお父さんのこと頼りにしてるんだもの。そうですか。じゃあやっぱり衣類やバッグはなくなったからって家出とは限らんだろう。そうですよ。どこかそこら辺に旅行に出るの。いやだったら何もこんな日にわざわざ。だから心配してるんじゃないの。のぞみさんにも何か心当たりないの。母さんあんたには何でも話してたんでしょう。家出なさらなきゃならないようなことなんて何にも。私は母さんの気持ちを裏切って焼き物なんか焼いてるもんだから商売のことはさっぱりだし、あんまりいい相談相手にはなれなかったから。仕事の上のことで何か。スーパーの方はうまくいってるんだ。お袋に文句を言われることはないね。お前また何かお袋の気に障れんこと言ったんじゃないのか。また私を悪者になさるんですか。いつも言ってるだろ、
おふくろはあれで結構傷つきやすいんだ。冗談じゃありませんよ。私はお母さんにはもうできる限り遠慮して、どんな横車をされたってご無理ごもっともで腫れ物に触るようにして使えてきたんです。それはそんな。美智子さん、何かっていうと私のせいになさるけど、私が何か言ったことぐらいで答えるようなお母さんですか。私のことなんか頭からバカにして、どんな時だって自分の思うようにしたたかに生きてきた方なんですよ。それはあなたが一番よくご存知じゃありませんか。まったく私の方が情けなくて家出したいくらいだわ。私だけじゃありませんよ。あなたがいくらお母さんお母さんって立てたって、お母さんにとってあなたは不肖の息子なんですよ。その証拠に血もつながってないのぞみさんの方をまるで本当の子供のように可愛がっていらしたじゃありませんか。今そんなこと言ってる時じゃないでしょ。いいえ、言わせてもらいます。この人が大事だったら、この人が今までの全てをかけて今度のお店を出そうとしているのに、何も頭から反対なさることはないじゃありませんか。それもやっと開店にこぎつけて、今日はそのおめでたい開店祝いの日だっていうのに、まるでみんなの気持ち踏みにじるように家でなさるなんて、これが母親、息子大事と思ってる母親のすることですか。美智子、出て行きたけどこへでも出ていらしたらいいんですよ。これで私も清々しますよ。社長。兄さん、殴りたきゃいくらでも殴ってください。でも私はお母さん許せません。だってそうでしょ、あなた。もし今度のお店がうまくいかないようなことにでもなったら、あなたの苦労は水の泡になってしまうんですよ。それだけじゃありませんよ。帝さんご夫婦だって、武志だって、田之倉の一族みんなが路頭に迷うようなことになりかねないんですよ。そんな大事な店の開店にケチつけるような仕打ちなさるなんて。母さんはそんなつもりで。あなたは黙っていてください。のぞみさんはうちの商売には関係のない人なんですから。私の言うこと間違ってますか。何してるんだよ、さっきから車が待ってるっていうのに。おお、何か分かったか。おばあちゃんなんてほっとけよ。いなくたってどうってことはないだろ。そうね、お母さんが出席なさらなくたって開店できないってわけじゃないんだし、とにかくあなたはもう時間が。急ぎましょう。幸子さんは玄関で待ってます。何してるんだこんなとこで。帰るぞ。うん、心配ないよ。おばあちゃんにはおばあちゃんの考えがあってしていることだ。うん、あのおばあちゃんが自殺なんかするはずないもんね。ああ、死ぬ気になったら何だってできるっていう根性の持ち主だ。死ねったって死にゃしないさ。誘拐されたんでもないよね。そんなこと考えてたのか。いや、おばあちゃんの部屋にいるとおばあちゃんの心が見えてくるような気がしてさ。見えたか。全然。このこけし、おばあちゃんが大事にしてたんだ。ああ、父さんが物心ついた時からあったよ、そのこけし。このこけしの話聞いたことある？いや、ない。おばあちゃんは昔を振り返るのは嫌いな人だった。苦労話は一切口にしなかった。前だけ向いて歩いてきたんだ。お前に何か話してくれたのか？いや。でも。お茶入れました。どうぞあちらで。いや、もう帰るんだ。気を使わんでいい、うん、せっかくなんだごちそうになろうよ。ふみちゃん、何か気がつかなかったか、おばあちゃんのこと。はい、昨夜も寝る前にこちらへご用を伺いに来たんですけど、いつものようにニコニコなさって何もないからって。別に変わったご様子は。そう、結構今頃開店祝いに出てるかもしれないな。そうですね、大奥様は仕事の鬼って言われる方だもん。でもお二人はどうして開店祝いに出席なさらないんですか。私たちはスーパーとは縁がないからね。ご親戚のことを皆さんお出になるって。八代さんは旦那様の弟さんじゃありませんか。圭さんだって大奥様には大事なお孫さんだし。あんなもの招待されたってごめんだね。発展を祝して
万歳！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 いやー、こちらに進出するのは私の夢でして、これで長年の宿願が果たせました。市長並びに地元の皆さんのお力添えのおかげでございます。春試から大成功で何よりでした。いや、おめでとう。ありがとう。相当地元の商店じゃ反対だったが、無にもないね。この盛況じゃ商店街のお客はみんなあんたのところへ行ってしまうんだスーパーの進出は地域社会に貢献することだよ。ありがとうございます。極力市民の皆さんのためになるようサービスに努めさせていただきます。今後ともよろしくお願いします。あ、お待ちます。長男の武志でございます。営業部長いたしております。よろしくお願いします。こちら嫁の幸子でして、孫の進む三つになります。ご挨拶は立派なご子息やお孫さんに恵まれて田之倉家は万々歳ですな。いつ一人前になってくれますか。妹婿の佐田でございます。総務部長いたしております。何かとご厄介をおかけすることと思います。よろしくお引き回しのほどお願いいたします。妹でございます。兄や主人のお世話になりまして。ご兄弟やご子息が右腕になっておられるとは、これで歓喜ですよ。そういえば副社長の姿がお見えにならないようだな。ちょっと体を壊しまして。そりゃいけませんな。何しろご武道はご高齢だそうだから。叙情記の噂はかねがね伺っております。お目にかかるのは楽しみにしてきたんですがね。いや、おふくろにもそろそろ引退してもらって楽をさせてやりませんと。その頃、おしんは一人で北へ向かって走る列車に乗っていた。どこへ何をしに行くのか、それはおしんだけしか知らないことである。金くれないかな。10万ほど。ちょっと旅してきたいんだ。しばらく帰んなくても心配しないでいいよ。突然の K の申し出に、のぞみは息子の真意を図りかねていたが、 K がわけもなくそんなことを言い出すはずのないことも父親は知っていた。ごめん、邪魔して。しょうもないやつだ。